前日までダスカ・クレイン地方を中心に頻発していた地震について帝国軍より次の通り発表がありました。地震の原因は巨神が目覚め暴れ出したことにあった。軍は巨神の討伐に成功し、周辺の被害が深刻になる前に防ぐことができた。この発表によると、すでに巨神はカーテスの大皿内部から。まさかさ、見つかんないとは思わなかったよ。シドニーが言うように周辺の工場に運ばれていればいいが。守ってったのが帝国軍って可能性もあるね。またあのおじさんが助けてくれたりしないかな。アーデン最初か。やめてくれ、期待できるはずがない。だよね。どうする？ひとまずハンマーヘッドからの連絡待ちだ。大丈夫ねえし、しばらく歩きか。あれ、アンブラだ。何かを伝えに来たのか。ケンティアナ、成績を背負いしようよ。雷神の啓示により力を宿しなさい。成績を取り戻すためカンナギは。ルーナは無事なのか。雷神のもとにルナ・フレーナは右傾を終え、紅葉の指輪とともにスイトに。早くお会いなさい。あの方は神の使い、つまり神話のカンナギを支える存在だ。ほう、でかい話になってきたな。
俺は無事だって。待たせて悪いな。もうすぐだ。必ず会いに行く。そう伝えてくれ。人間の長い繁栄のためにとクリスタルが与えられたのです。でもクリスタルはオートにあるよ。なんで僕たちだけが使ってるの？使っているだけなのではなく、王がクリスタルを守っているのです。守ってるの？お父さんが？はい。そうだったんだ。クリスタルは真の王を選び力を与えます。歴代のルシス王たちはその時を待ちながらクリスタルを守り続けてきたのです。僕が選ばれたんだよね？はい。クリスタルから力を得た真の王だけが星を脅かす敵を倒すことができるのです。でも僕にはそんなこと。カンナギの私が全力でお助けします。え？カンナギには王を支える使命があるのです。そっか。やってみる。僕が必ずやっつける。ノクティス様。ノクティス、お聞きなさい。王を導くためこの声を。天と地を結ぶ強き光、それは雷神の力。光のもとへと向かいなさい。指輪がルナフレーナ様のもとにあるならひとまずは安心だな。お会いできるのはオルティシエ？ああ、船の出会いが必要だ。カイムの港が今も使えるなら。昔の隠れ港か。よし、準備させよう。イリスに連絡しとくぜ。さーて、俺たちは雷神にお参り。また神様来たよ、これ。すみません、チョコボ乗りたいんですけど。チョコボに？すまんが、今は出せなくてな。今この辺りにベヒーモス、通称スモークアイが出没しているせいだ。チョコボたちも怖がっとるしな。万が一が起きないように貸し出しは止めてる。君たちは最近評判のハンターだね。どうだろう、引き受けてはくれないかな？もちろん報酬は弾むよ。無理にとは言わないが、ぜひ検討しておくれ。今日は何の用だい？お兄さん方は変わりないかい？こいつらには手を焼いててね。よろしく頼むよ。頼んだよ。ほっ。準備はできているか？ああ。
死ぬとすぎんなよ。お前もな。いや大丈夫か。ああ、なんとか。行くぞ。よと、ほっ、され。よよよ、ほっ、よっ、され。ほっ、ほっ。もちろんだ。
でやるし。やった。ノクト、うまいことやるじゃねえか。イグニス了解。タリタグラディオ、頼んだプロンプト。ナイスグラディオ。どう？いい感じだ。当然。終わった。ノクト、薬類の買い足しは忘れずにな。あいよ。今日は何の用だい？おかげさんで助かったよ。飯でも食べていくか。ここいらのことか。リサールチップスでもつまんでいくかい？少し待っててくれ。いただきます。また顔を見せてくれ。行くか。よし、行くか。く
巨神に引き続き雷神とは忙しいな。ルナフレーナ様もってことだよね。一人儀式を進められている。負担もあるというし心配だな。そろそろ本気出しますか。毎回言ってんだろそれ。こいつらもやっちまうか。 RPG だったらレベル上げに最適って感じだね。出たなオタク発言。レベルアップは大事なんだよ。いや、そっちも今のとこ異常なし。あーめんどい。油断禁物でね。ノクト、はいよ。な、そんな。いや、あれ、やばい感じ。ああ、俺が行く。そうか、どうしたの。新しいレシピを思いついたぞ。へえ、楽しみだな。チョコボ乗りてー。ああ、今普通に流したね。一言で終わるなら聞く。残念、二言が必要だ。ひとかり言っとくか。体だな。なんであの人ノクトの手助けしてくれんの。ゲンティアナか。うん、あれ神様なんだっけ。24しな、六神の使い。へえ。滑った。
こんにちは。怪我の具合はいかが？誰？ゲンティアナ、独身の使い。ルナフレーナから聞いていない？これだ。でもよく知らない。ちょっと聞いただけ。ルーナに。ルナフレーナに？そう、ルナフレ。仲がいいのは良いこと。カンナギと王は常に共にあるべき二人。この世界を守るという使命のために。今のはケンティアナとゼネブラの。雷神は王への啓示を待っている。急ぎなさい、雷神のもとへ。